皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトの時間やってまいりました。さあ、ポイント2倍開催中です。ということでね、こちら見ていただけるとお分かりの通り、ウィンターフェスティバルブラッドハント、ポイント2倍開始しております。ということでね、今回みんちゃんこちらのパークでやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回しなやかダンスウィズミーアイアンウィル自己治療となっております。でもってね、ポイント2倍今回来たんだけど、こう期間がいつからいつまでなのっていうと、12月28日の朝の4時から1月4日の朝の4時までブラッドポイント2倍と、年をまたいでね、非常に稼ぎやすいということでね、丸々1週間ほどございますので、頑張ってね、プレステージ回したい方とか頑張ってってポイントね、貯めてみてください。今の期間だと、ポイント2倍ってこともあって、生存者殺人鬼ともにオファリングかなり使ってくれるということなので、通常よりも相当貯めやすいと。ポイントがね、本当にたまるたまる、ありがたいね。ということで今回やってまいりました、オートヘイブンレッカーズガスヘイブンで、今回ミンちゃんのね、そこにいるな、今回ミンちゃんのね、ダサセーター購入いたしました。このゲームオーバーって書いてあるんだけど、ゲーマーのダサセーターね、買わせていただいております。ということでね、ちょっと発電機2人でここやっちゃおうか。なんだろうね、今回のキラーは。ルインがある、んリージョンだ。今回のキラーリージョンはすごいな、フカデメーターの減りがものすごい早い。でもってリージョンだった場合、1人がフカデになると、どっちみち一定距離内にいる生存者の位置がもうバレてしまうので、もうここは無視して発電機やっちゃおう。ルインがあるけど、もしかしたらそっちの裏手の方にあるかもしれないね。で、今1人深手状態を直したってことは、一旦リージョンが別の子の方に向いた、そっちを追いかけてった可能性が高いな。で、今回のリージョンはさっきからちょいちょい信用してるんだけど、信用の範囲がかなり小さそうだね。ってことは1個のパーク観察&虐待持ってるみたい。で、ここちょっとやりきって、できたら真ん中行こうかな。で、誰かがルイン壊せればいいかなぐらいにしとこうか。ポイント2倍だからね、呪いのトーテム壊せばなんと2000ポイント。通常は1000ポイントなんだけど、それがなんと2倍と。なのでね、普通のトーテムをもぎる際もポイント2倍なので非常に美味しい。失敗した。お、ナイス、つけ切ったか。やりきったね。どっち来るかな、こっち来るかな。あ、来た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 。で、これで深手になることによってどうせ位置がバレる。お、やるか。ちょっとここで板待ちしよう。で、今ちょっと板待ちした関係があるので、やっぱりダメか。そうだよね、ちょっとあそこでね、板を早めに倒すとリージョンが速攻を越えてくるので、最近ちょっとやってる板倒すか倒さないかのそのお見合い、もちろん失敗すればダウン絶対取っちゃうんだけど、ある程度時間稼げるはず、持久力でも向こうを高めてない限り。倒れちゃいそうだな、これ。ここで板をまたお見合いするか、倒す倒さないで、行くと見せかけていかないで、ミスるっていう。いや、よくあるからね、このパターンね、よくあるのよね。でもって、なんか今回のリージョンもあれありそうだな、血の追跡者あたりがありそう。もちろん目視されてるっていうのはもちろんあるんだけど、なんとなくね、見えてそうな気がする。血の跡が多いんだよね。私もリージョンだと血の追跡者あると非常に助かる。で、今回はあっちにもぎりがあったみたいだね。ってことは最初リージョンとチェイスしたポイントか。で、多分その子、最初に追われてた子が壊しにいたんだろうね。一旦ちょっとここで自己治療しよう。今回お肉屋さん地域不詳ついてないということなので、あとの2つのパークが一体何持ってんだろうな。今回のリージョン、あえて遅延に積んでない、ルインだけの遅延っていうことなんで、ルインと観察&虐待、もしかしたら血の追跡者っていうところだと思うんだけど、で、1人が今深手か、一定距離内にいる生存者はもちろん位置がバレてるから、どうなんだろう、結構割れてるね。オブセッションの子倒れるかな、この減り方。倒れるか倒れないか、ちょっと宝箱いただこう。ん、わ、結構近いね、真ん中だ。ただあの子オブセッションがあるから、多分ストライク持ってるだろうね、 100% ストライクっぽい。で、担がれる。お、パーティースターだった、ありがてえ、よく出るのよね。ちょっとここで観察しようか。真ん中の発電機も本当にやりたいんだけど、あの近さで発電機真ん中のいじっちゃうと袋小路だから、
リージョンがこっちに来ると出られない、やられる、絶対やられる可能性あるので、ちょっと一旦様子見ましょうか。で、真ん中でやられたってことは、私がさっきやってた発電機をやってくれてるのかな。リージョンの位置を確認しよう。急いで行ってもダメだからね。あ、向こうに抜けてたね。ということなので、ちょっと右の奥の方に行ってるので助けよう。で、この子には自己治療を自分でしてもらってる間に、私真ん中の発電機をやろう。で、もしもここの発電機がやれれば中央を分断できるので、あとは隅っこつければ終わりそうだね。とりあえずここはやりきろう。じゃあ、あっちの方にリージョンが行ったっぽいから、多分向こうの奥に1人いるんだろうね。あそこの発電機もちょっと回しちゃいたいな。やられた、向こう側。あの子がね、どういう感じなんだろう。ストライク、ん、違う、これなんかスタン取ったね、キラーの。ストライクじゃないから、あの子オブセッションが別の子だから、ストライクはすぐ出せないはず。ってことはライトかパーティースターターを食らわせたっぽいね。で、どっちみち位置がバレるんだけど、あ、ケイトがちょっとスーッと言ってんな。ここ発電機やろうかな。どうせ位置バレてんだよな。さあどうだ、こっち来るのか。いや、追いかけてるな、ケイト。じゃあ やろう、もうちょっと。そうだよね、ケイトを追いかけてんだよね。こっちにタゲ移るか、ケイトが逃げれるか。メーターが止まってるってことは深手を直してるってことだから、リージョンが来そうかな。あー、でも深手メーターが大丈夫かな、止まってるよねこれ。大丈夫かな、ケイト。ってことは多分もう少ししたらリージョンこっち来そうだな。やれるところまでやろうか。もしかしてこれ追われてんのかな。減ってない深手が。あれ、ずっとチェイスしてる。なんと、あんだけ追われてたからやっぱりチェイスっていう方向性か。ただ一発でも深手、通常の攻撃食らえば倒れる。もうすぐ倒れそう、ケイトが。治ったみたいだね。ってことはタゲが別に移ったっぽいってことは、こっちに来るかもよ。反射単独虐待だからね、非常に分かりづらい。あ、来たね、こっちに。私だ。こうなりゃ、こうなりゃこっち側に行こう。どうするかな、リージョンが。あー、結構遠くの方から見つめる感じ。多分遠くの方から目視されてると思うからね、場所はバレてる。倒れるな、もう倒れるしかないな、これ。とりあえず発電機行けたみたいだね。あの発電機回してくれたみたい。最後みんないるみんないるよ。一人消えた、あそこね。結構遠いね。助けてもらった後のことを考えると、左から行くのは危険そうだから、右から抜けていこうかな、小屋の裏の方から。ありがとう、ジェクちゃん。で、ちょっと向こう側ケイトがいるから、一旦こっちだな。戻ってきてる。で、こっちから抜けてまっすぐ行こう。ひとまずね、誰かが深手になれば全員の位置がバレてしまうので、一人深手、ケイトちゃんだな。だから一旦ちょっと安全地帯まで走っていこうか。あ、メグちゃんがいる。よー、メグちゃん。初めて出会ったかな、メグちゃん。ちょっと自分で自己治療させていただこうかな。メグちゃんには、あの、よかったら救出方面とかね。ケイトがやばそう。ん？ジェイクちゃんが通常で切られたみたい。ケイトは、あれかな、あの、深手状態にして放置かな。で、ジェイクを探知したみたい。で、私は一目散に遠く離れたので、まあ、探知されなかったっていうところかな。でもってゲートの前ら辺でやられたな、ケイトが。あそこで深手を直した後ゲートを伺ってたのかな。ただ向こうまでがかなり遠いので、いけるかな。私もちょっと助け行きましょうか。で、あっちのゲート開けれるんだったら開けた方がいいかもな。メグちゃんがちょっと行ってくれてるし、あのジェイクちゃん今負傷中だと思うから、メグちゃんに任せようか。あそこにリージョンいるね。正面今通ってたね。そっと、あ、いるいる、都会だ。じゃあ都会の子に任せて、私はゲート担当にしようかな。もしもリージョンがゲートの方に来るのであれば、ちょっと時間稼げるかもしれん。ほんの少しね。来た。わーわー、これ厳しいね。分かりづらい。来るか、来ない。あのメグちゃんが行けるかな。ちょっと私はゲートを開けたいな。さすがに何人もわらわらするのは危険だと思うから。切られた、キスした、ナイスナイス。ただオブセッションのジェイクちゃんかな、これ。ジェイクちゃんだよね。
負荷でメーターが結構減ってる。直してるかな。こっちのゲート開けきれるか。戻ってきた。殴られて、もうここでしなやか使いましょうか。2発目殴られて、窓枠れ、窓枠、キットちゃん窓枠。ここで初めてね、今回のしなやか保険がね有効化されました。ということで、我々3人無事脱出と。ちょっと最後ゲートはね開けることはできなかったけど、まあまあ、うん、まあまあできたかな。難しいねリージョン対策はね。ということで、今回ねちょっとあんまりしないかとか加速系が本当に使えなかったね。このマップで加速系が使えるところといったら、その黄色いバスのところの窓枠と、あとはあのちっちゃい小屋、私が服かけられたところの近くの小屋とかかな。あとはそういう区画に窓枠があれば使えるかもしれないんだけど、まああんまりないかな。でリージョンだと倒れた板とかがあるところに行ければしなやかダンスウィズミーがほんの少し使えるかもなって。そしてねジェフちゃんがジェフちゃんがかけてほしいのかな、レジオンラブと。レジオンがね大好きそうなねあのジェフちゃんとなっておりますが、名前はね正しくはあのリージョンに名前変わりましたよ。名前間違ってんだよってなってそうだけどね、リージョン的にも。もうあれかな、あの殺してもらいたい感じなのかな、ジェフちゃん好きすぎるあまりにね、あの無事に出荷の恐れがある。いやでもストライク使ったみたいだね、なんやかんやで、うん、ずっと一緒だもあったみたい。経験値稼いでますか皆さん。ということでちょっとジェイクちゃんだけはねあの最後お亡くなりになってしまいましたけど、我々生徒さんねあの女子3人無事脱出でございました。ということでね今回のリージョン多分いいアドを積んでただろうね。ちょっとこの後ねいろいろ見てみましょうか。パークアドのね答え合わせスッとしようか。ということでね今回はまあちょっと強力カテゴリー大胆カテゴリーがね少なめとなっておりましたけど、まあ概ね発電機目標系がねちょろちょろいってたと。で、ポイント2倍なの で今回お手紙も使ってくれた生存者がいるおかげでさらにポイント美味しくなっております。通常のポイントだけで、18,000でブラッドポイント2倍で87,000で、あと最後お手紙かな、全カテゴリー 20% か 25% オフぐらい、オフじゃないアップだったかな。ということでねあのトータル 47,000 となりました。おいしい、ありがとうございます。そして、パーティースターターもね1個いただきました。そんでもってそんでもって気になる、パーク、レジオンの気になるパーク、あやっぱりちょっと考えた通りだったみたいだね。ルインこれで遅延させて発電機の遅延ね、まあ、ちょっと痛かったね前半戦。そこまで遅くない状況で、まあ、壊れたので生存者は有利ではあったかな。で血の追跡者やっぱ持てたみたいだね。血の後で、まあ、探知っていうところが効くリージョンだったかな。そして観察&虐待、これがちょっとね本当に近くても見えないと探知しづらいのでこれがちょっときつかった。珍しいねバーベキュー&チリだ、これもあったみたいだね。まあ、一応フックにかけられた生存者の近くにいることができたりとかしたおかげで、まあ、あまり地理探知には私は乗っていなかったのかもしれないと。ということで今回のリージョンはねあの刺し傷の研究、深出タイマーがねかなり減少するものだ。これ持ってたんだね、早かったもんね。そして、フランクのミックステープ、まあ、能力発動で攻撃すると生存者の負荷でタイマーに適用されるダメージ量がかなり増加っていうね、ものすごくメーター減りが早いなと思ったらダブル組でございました。リージョンはねこのアドオンの組み合わせが非常に強いので、まあここら辺持ってこられるとね難しいところとはなりますけど、まあ、一応まんべんなくターゲットが映ってくれたおかげで、まあ、あまり一人狙われるってこともね少なかったのかもしれない。ということでねポイント2倍始まっておりますので、皆さんもねぜひともポイントね稼いでみてくださいよ。でもってちょっとね今回最近ハゲドワイト、まあ、ドワイトでちょっとプレステージ3周回したからまだパーク取ってなくって、まあ、ちょいちょいね悪くております。
でもってできればこの宝箱をこの箱からねいただいた方がお得なので、今もあれだね、あのケーキが出たみたいだね。なるべく箱を取れるようにしていきたい。お、いいね、いいね、節約だね。ということでね、次のハゲドワイトも、次はあれだね、植物学と、まあ、あの石投げパークが出ておりますけど、まあまあちょろちょろね、あのドワイトの方もなるべくねパークの方この期間取っていきたいと思います。ということでね、今回ミンちゃん、まあ、こちらのねゲーマーの信用ダサいセーターシリーズ着させていただいておりましたので、まあ、気になる方はねぜひともこのダサセーターシリーズ買ってみてください。結構ミンちゃんのこのセーター可愛いかなと個人的に思いますので、非常におすすめですよ。ということでね、私もポイント2倍ね、あの頑張って脱出していきたいと思いますので、皆さんもね諦めずに頑張ってみてください。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。